はもうラフから入ったの。あっちの神社はなんかもう最初から入れてくれっていう話だったんですよね。あの神社と鳥居は、うんうん、そうそうそう入れてくれって話で、これそうまあキーになる。そうとあとクックさんが描く壁は入れてくれっていう、うん、最初それだけなんですね。でこの辺のお祭りの感じ。これはまあなんか見せ場というかこう一つこう描きたいものを描く場所としてなんかこういう感じだったら動物も人も描けるし、うん、いいかなみたいな感じです。で途中で獅子舞見つけて川崎、うんうん、でそれを出して、うん、どこなんかいや普通に川崎お祭りみたいなので探してたら一人獅子舞みたいなのが結構出てきて、でそれ見たら川崎のその登り手とか、うん、うちの方では昔からその一人の獅子舞が結構有名みたいで、いやこれかっこいいから入れる。でもタッチがかっこいいな。ありがとうございます。これでもなんか字はあるんですよね。川崎の歌にね。死の歌。死の歌。死の歌です。古くからあるやつですよ、ね。生川のマーオカトです、ね。うんうん。キャラクターとかはがなんかいろいろ考えたり、昔の絵を持ってきたりしたら合わせで、うん、でそれをスプレーで。スプレーを使って水墨画を描くっていうのがなんかやりたかったことで、それを表現したらそんな感じになりました。今回初めて？いや何回かやってて、でもいつも違うパターンで描いてるけど、今回はちょっと今の持ってる感じで。クック君の絵はもう抜きがめちゃくちゃうまいですね。これはその川崎のマーク、これは川崎の師匠みたいですね。まあ、三本もあって、川から来てる。多分川から来てる。ああ。こう、まあ、いわゆる、OBS みたいなもんで。ああ、はいはい、クルー。あー絵描きクルー。で、ここでなんかこういう壁画を描く文化みたいなのが、うっすら、こう、創世記とか。教授からいた。壁に絵を描くみたいなのが始まって。で、こう未来に繋がっていくみたいなコンセプトを作ろうって言うて、で、その壁に、この時代やから、筆で、あの、墨で描いてるみたいなのを、なんか、これがまた次に繋がっていくんですよね、ちゃんと。うんうん、ここなんかね、ちょっとこう歌舞伎ものみたいな、でもちょっと時代の花からちょっとこうインスピレーションみたいな色も、あ、青みたいな、なんかこうちょっと色の流れみたいなのちょっと、あ、で後ろはあの赤いみたいな、赤い、ああ、そうですね。お相撲さんはどっから？お相撲さんはここの壁の処理をどうするかっつって、ね、最初繋がってたんだけど、向こう2階建てとか3階建てなのに、こっちの壁とサイズ感が全然合わないで、うん、一緒にしちゃうと。いや最初はこっちの壁もこう見えてたけど、そうあっちが見えてるのに、こっちがこう見えてるか、こういう形の建物はないだろうなって、ここはもう一回バスッと切って、で奥の方の壁がこっちにあるっていう、うん、作戦で、ね、でちょっとこうでっかい大日本人みたいな、うん、いたら面白いんじゃないですかね。タコと目が合ってる。なあ。お相撲さん。そうですね。そうそうそう。はいはい。何するんだって。ほんまや、ほんまや。で、この人は、あれだよね。外国から来た人、ね。そうね。まあ、特に北の方から来てる、うん。で、季節も春からこっち夏になってますから。そうやな。で、朝からちょっと昼になってる。うん。で、これは外人？大陸からの。大陸からの。ああ。ああ、なるほどね。まあ、そういう感じなんだ。ほんで、人間の臓器が入ってるみたいな。医者ですね。あ、医者か。医者。そういう。うん。医者が、まあ、そうですね。大陸からの。うん。うん。あ、来てたな、そうです。あ、はいはいはい。あ、だから、大陸から来たから間違えてんねや。そう。へぇ、うん。あ、だから汗をかいてたんですよ。なるほど。この辺のなんか、青のバランス、分量というか、めちゃくちゃ気持ちいいね。もうこう、
全体通してやけど、なんか青がすごい気持ちいいところに入ってるなっていうのは、うん、ケンスケさんの青もやっぱり使ってるんだと、うん、調和をしたいなと思いまして、でなんかレトロな感じも出したいなと思って、でオレンジとちょっと青を合わせてやってみました。これの子供たちはどういうふうに見てたんですか？でもこれはもうスケッチの段階で、あのリクエストで、まあ、縄跳びやってる子供が欲しいっていうのもあったんで、まあ、入れたんですけど、せっかくならあのダブルダッチをやってる女の子入れようかなと思って入れました。あとまあ鶏とか入れたらちょっと昭和とか大正感が出るなと思って、うん、ちょっと一緒に飛んでる姿を入れました。こっちの文字は徳雄さんが決めたんですか？徳さんが徳さん考えました。フォントとかもオリジナルの、昔のそういう新聞とかからいいとこ通りして作りました。めっちゃいいですね。昭和の時のそういう新聞の広告とかの文字を、はいはいはい、時代感がね、めっちゃ、あ、そう、歌詞とおもちゃ合わなかったっけ？同じフォントじゃないですか。そう。パーセットフルーツとかも大事。そうですね、それも昭和の頃のフォントを使って構成してます。昭和じゃ大正。あ、大正。大正ロマンフォントみたいなのが結構なんかそういうマッチとかに使われてるような。どっちですか。で、このぐらいからジャズが海外から入ってきたぐらい。昭和。1920年、30年くらいでジャズが日本に入ってきて、まあ、それをちょっと劇画として残したい。トキョ君のなんか絵のイメージ、なんかこのイメージがすごく強くて、でこれをなんかこういう、まあ、その各アーティストのこういうオリジナリティみたいなのを出せる場所って言ったら、壁の中に壁を作るしかないなと思って、でそういう場所を作っとけばみんな描きたいものを描けるスペースはできるなと思ったから、でこの構図はね、めっちゃ良かったし、ありがたいですね、うん、なかなか見たことないですよね、うん、アイデアは、この服の柄とかめっちゃ時代が、ね、これはピースで、うん、時代を感じる、あとシャボン玉とか、うん、昭和の感じがある、やっぱりなんかこうレトロなイメージが、このオレンジと水色、うん、当時昭和の、うん、それをちょっと入れてみて、あと花柄、このさっきのアールデコ感もめっちゃ、ああそうね、出てますね。リコちゃんも入ってます。あ、ほんまや。あ、ほんまや。ほんまや。すげえ。これもニコちゃんマーク？あー、ニコちゃんマークが消えかけてるんだ。ふわっと。ここのエイジングもめっちゃいいですよ、ね。本物。この技術はもうクックくんですよね。もうめっちゃかすれてる感とかもなんか時が経ってかすれたみたいな感じですよね。こっちの猿はどっからなの？これはまあもう自分のめっちゃ好きな映画でも でもある猿の惑星。このなんか昭和の これぐらいの時代ってそのなんか宇宙への憧れとか、NASA月に行ったりとか宇宙に行くっていうのがすごい盛んやったから、まあ、ここはちょっとなんか宇宙感を壁画でこの時代の人が想像してるなんか宇宙
派みたいなのなんかいるよ。044はこの川崎市の市街局なんですね。でそこ NASA っぽい感じで熊あの川崎ニューラルアートプロジェクトの上でマップは本当今回生まれたことなんですよ。うん、いいマップ、クマップ、響きもいいですよね、クマップ言いやすいスマップみたいな。ここのテーマはあの未来への憧れっていうテーマで、その、まあ、絵の中の壁画を現代の人たちがグラフィティで描いたっていうのを表現しています。こちらキャラクターとか、キャラクターも彼ら未来くんっていうんですけど、その、まあ、VR ゴーグルつけてその何でしょう、まあ、すごい人間的にもちょっと難しいポーズしてるんですけど、まあまあこういうのも未来のキャラクターっていうので今回あ、そんな感じ、こんな感じっすこう、見てるっていうのを表現して、そうなんですよ、絡まっちゃってるんですよ。だこの本当に現代の人たちが想像、あの憧れてる未来図を表現してますね。でも、からちょうど今の、うん、でこの後ろのこの現代っていう文字のアイデアはクック君が出してくれたんですけど、まあここもうセンターからここに現代っていう文字を入れてしまうことによって、あ、なんかこれ各時代を表してるのかなっていう、なんか分かりやすくなるかなっていうので、もうちょっとセンターだけはきっと分かりやすくいった方がなんか全体のコンセプト伝わりやすいかなと思って、クック君がめっちゃいいアイデアを出してくれたんですよね。であのちょっと時代を象徴するバーコードを打ったりとか、でみんなのそう共存という意味なんですけど、あれをこう来てしょう、あれをちょっとみんなのこのあのコラボレーションの共存でもあるし、このなんかこう時代時間軸みたいなのもこう共存してて一個の絵になってるっていう、ちょっとどうしてもあれをセンターに入れたかったんで。コンビニ、これはちょっと未来の象徴のコンビニでもこの24時間オープンっていうのがそのもうほんまに今の時代を象徴してるかなと、多分この先の未来では24時間オープンっていう店もひょっとしたらそのこの時代やからあったみたいななるんちゃうかなみたいなのを、このコロナでだいぶ変わって、ね、24時間オープンの店でなんかあんまりそこが少なくなっていくんかなっていうのは、うん、で、あ、このステッカーはあの、まあ、この時代のなんかあの、まあ、クルーみたいなクルーチームのステッカーみたいなのがこの時代でできて、で ここからまた未来に続いていくんですけど、なんかまだちょっとそのロゴも完成されきってないみたいなのをわざと作って、ほんで街にステッカー貼ってるみたいな。全然気づかなかった、めっちゃ面白いですね。そこのキャラクターは最初あの健介くんがあの最初の一番最初のラフを健ちゃんが作ってくれて、でそのそれを iPad でデータでもらって、そこから俺あのちょっと自分風にアレンジをしてまた健ちゃんに返してそれを描いてくれたっていうね、はい、で色とかはまあ普段自分が使ってるやつを健ちゃんに使ってもらって描いてもらってるんですよ。もともとこのここにドローンを操ってる人を描こうっていうのもクック君のアイデアで、でクック君がなんかあのちょっと未来はもうドローンとかで絵描くような時代になるんちゃうかなっていう案を出してくれて、でそれで僕らが作ってこのデザインしたんですよ、ね、でこの、うん、ドローンのデザインとかはクックさんがあのデザインしてくれて、 それをもとに、うん、はい、ケンちゃん風に、そうそう、でやっぱこのクックさんの、うん、この上山スタイルをどうしてもやりたかったんで、うん、ちょっと上山とか上山が正解らしいですね。上山が正解ね。であっちをなんか朝にして、でこっちを夜にしようっていうアイデアが出たから、ちょっとサーチライトでこう照らせる感じをちょっと、うん、こっからちょっとずつ日が落ちてくる、夕方みたいな、ね、落ちてる感じはありますね。そう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 、かけてくる。で、これクックさんのキャラクター、未来はラフ書きだらけになってるっていうイメージです。ここちょこちょこドラゴンさんとか名前も入ってる、はい、で OBS っていうのはクック君が
あ、ごめんですね、はい、OBS、オブサードっていう名前でグラフィティ、あの別の名前も持ってて、で自分がいつも書いてるウロボロスっていう文字をいつもどっかに入れるんやけど、そのウロボロスをちょきゅっとしたやつで OBS っていうのを自分も使ってて、あ、やっぱクックって被ってもてるみたいなんで、一時期ね、なんかじゃあもう OBS をなんかチームと作るみたいにしようみたいになって、で結構 OBS っていうのをこうキーワードで作ってるんですね。たまたまだったっすね。たまたまです。もともとたまたま、でもクックの方が全然早かって、俺も気づかずにっていうか、OBS も知ってたのにオルボロス言われまで、はい、気ぃつかへんかったんですよね。それは完全分かる。それが逆に良かった。今回でも OBS として初のこうコラボレーションになって、で今回その OBS をあのちょっと分解して0135みたいな B を半分ずつ分解したらなんか数字みたいに見えるなと思って0135っていう暗号みたいに入れたんですけど、なんか人に言われたのって気ぃついたんですけど、ここら辺のあの地域ってイサゴっていう場所らしくて、イサゴって地域らしくて、なんかこの135がイサゴみたいになってるから、すごいそう連動してて面白いなと。奇跡的な、うん、イサゴクルー、イサゴクルーだとで3人昔からこの辺は全部イサゴっていう地域やったらしいです。でイサゴ通りとかなんかあったりとか、うん、うんうん、めっちゃ意味が重なってますね。うん、そう。ここアームとかも。でもこれあの未来のなんかペインターのツールというか、ちょっと未来はこんなに装着して、まあすごいアナログやねんけど、なんかまあちょっとレトロな未来感みたいな。うん、でこの脳にここつけてるんですけど、これは連動してて、で、あの思い描いてる絵を、なんかこっちの腕は勝手に動いて描いていくんで、もう6本で描ける。そうそう、この装置本当にあったら欲しいですよね。なあスパイダーペンディングアームっていう名前もあれ、クマポンちゃんとクマポンも入れて、でちょっと開放っていうあの意味のやつを入れて、そのなんかあの未来のいろんなこう情報とかいろんなものに縛られてるところからこう解放するみたいな、プラグを抜いてる絵なんですけど、まあ、自分を解放するみたいなのが自由になるっていう意味で、後ろのタグも OBS、 これはもう福君の、まあ、オリジナルのスタイルです。このコラボ感が半端ないです。クック君のあのパターンとコラボレーションもずっとやりたいなと思って、やっと今回できる機会がやっとできました。うん、ね、うん、まだ次はあんなん来たり、またいろいろできてきてるんで、はいね、はい、アイデアはね、はい、好きなやつなんで、ちょっと次のコラボも楽しみ。ここからもう完全未来、ここ未来の B-Boy でこのヘルメットとなんかあの靴が連動してて、で今このブレーキモードに入ってて、ブレーキモード入ったらあのジェットがなんかそれ用のジェットになるみたいな、噴射がダンス用のジェットになる、なんか歩くときはウォーキングモードになったりとか、はい、と空飛ぶときはまたその空飛ぶモードに、だから今はブレーキモードです。後ろの人はゴーグルとかめっちゃつけて、そうです、ベジータみたいな髪の毛立たせたで、これはさっきのステッカーのなんかが未来になったらもうちょいロゴもあのしっかりしたロゴになって、であの未来ではすごい有名になってるからビジョンに映されてるみたいな設定なんで、ここのビジョンにめっちゃ有名になってる、めっちゃ有名になってるの。でロボットとかともこう共存してる未来みたいな、ここら辺のなんかあの映画のモチーフとかは、うんうん、そうなんか結構なんか今回こう巻物みたいにしようと思ってて、でそのあんまりそのなんていうかこうめっちゃ綺麗な未来っていうか、その自分らが子供の頃に想像してた未来みたいな、ちょっとレトロな未来を作りたいなと思って
で昔そのガンダムとかの背景に出てくるような街を なんとなくこう想像しながらこんなんやったっけなみたいなんで作ってみたんですよね。で、ここデロリアン。はい、デロリアン。デロリアンという線ですね、ちょっと。そう、ちょっとね、どっかにまたおるいるかもわからへんから、ちょっと探してほしいです。そういう感じです。で、これは巻物みたいにしようっていう案から、ほんま巻物の、軸を書いてしまって、で、まだこの中に、その先の未来が書かれてるっていうのを想像させるようななんか絵にしたいなと思って、ここで終わるのが一番綺麗やなと思ったところ、ここの1本あるだけで全然見え方が、うん、ね、でこれをもうそのアイデアだけ出して、あとはケンちゃんに描いてって描いてもらったんです。ここの模様感もやっぱり、うん、見つけたんですよね。ね、うん、なんかね、なんか、巻物で画像であって、なんかこういう、うん、なんか似たようなその六角形なんだけど、うん、なんだろう、こうなんか全部こう均等に配置されてるわけじゃなくて、ちょっとずれてる、うんうん、それはそれでかっこいいな。でちょっとその中に川崎の花の椿とか、ツツジ、マンホールになってるその柄をちょっとこう配置してみたんです。これ川の字が、川崎、うん、そうそうそう、川崎の歴史っぽい感じが出るかな、うんうん、ありがとうございます。だいぶがっつり